大会カプリティオ川柳王。川柳。どうも古川です。石野です。リッコです。エディです。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。しっかり画面外でもやんだねこれ。ね、そうね。ちょっと不安だったわ。はい、ということで2019年もね終わりが近づいてまいりましたけれども、はい、今年もたくさんのね名作川柳がね読まれましたよね。あ、皆さんちょっと知らないですか？知らない。皆さんの知らないところで川柳というのはたくさん読まれてて、皆さんの知らないような川柳大会とかもねいっぱい行われてるんですよ。その2019年の名作をね今日振り返っていこうじゃないかと。皆さん知らないならもうちょっとクイズでやりましょう。これは、はいはい、クイズで確認していきたいということで、これから川柳のですね一部が穴埋めになっているクイズを出題します。その穴埋め部分を埋めてください。なるほど。はい、じゃあまずは基本中の基本でございます、はい、サラリーマン川柳。聞いたことあるの、ね、対象を出しちゃうとね、知ってるかなと思うので、対象ではないですが、まあ、僕のメインとまたいい作品を持ってまいりました、ね。では今年結果が発表されたサラリーマン川柳ですね。ではいきます。 USA 流行りに乗れないホニャララな。 USA 流行りに乗れないホニャララな。ウッサンは入りそうだな。入りこう。ウサギかな。流行りに乗れないウサギいないよ。誰が読んだの？サラリーマンと読んだよ。ウサギかなじゃない。エディ。あの流行りに乗れない一切な。一切な。違います。まあこれはもう流行りに乗れないんですよね。サラリーマンはこれ若者の流行りに。まあまあまあ。でもなんかもうそこはもう諦めてるというかね。はい。うん、ではもう。はい、エディ。流行りに乗れない、もうダメリカですね。全然違う。ダメリカ。もうダメリカじゃないです。本当、親父ギャグなの。上位に残れたのかもしれない。文字数もあるし。でもまあ、ちょっとそんな感じですよ。でもイメージは。はい。以上。流行りに乗れない、もう一切。違うけど、違うけど、もう言葉が違うだけですね。はい。流行りに乗れない、まあ一茶。正解でーす。なんでなんで。はい、正解です。USA 流行りに乗れない、まあ一茶でした。まあ、まあ、まあ、いいやってことと、まあ一茶がかかってるっていうことですね。こんな素晴らしい川柳がいるわけですよ。すごいな、これは、ね。震えたわ、もう。すごいな、いいですね。これがね、今日本の川柳界のトップをね。いやー、ね、ですからね。マジか。この後ね、こんなんが続きますからね。大丈夫かな。続きましてね、サラリーマンじゃないんでね、皆さんね、ちょっと違うんですけど、オタク川柳を、何かしらのね、オタクであればちょっと共感できるかもしれない。いけるかもしれない。では、行きましょう。うん、はい。インスタに映えぬ日常ほにゃらら。インスタに映えぬ日常ほにゃらら。迷ってるなら言っちゃえば。いきます。はい、エディ。あのインスタに映える日常テラワロス。オタクだからね。そうそう、ね、ちょい古めのオタク。昔のオタクだな、うん、言わないもんな今な。でもまあここまではあんまりオタクの要素がね入ってないんだよね。はい、うんうん、行こう。草生える。いやーもうそうなっちゃうかな。一郎。生える草。正解でーす。嘘だろ。生える日常だからね。インスタに生える日常生える草が正解でした。あー、はい、上手だね。まあ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 、さすがにね、やっぱ日本の川柳ってのはここまでやっぱり言ってますから、うんうん、サラリーマンよりオタクの方ができるな。まあさっきより納得感がある。あ、そうね、うん、続きましてね、皆さんちょっとあんまり関係ないかもしれないですけどね、ナース川柳っていうのがありまして、ね、看護師さんですね。ナース川柳理解、はい、そうですね。ボケが古いな、そうなんだ。ナースエンジェル、式が近いわ。理解が古いですね、僕一人。誰かが街のどこかで、小室哲哉さんが作る曲。ではいきます。はい。投薬前何度も聞くよほにゃららな。投薬前何度も聞くよほにゃららな。一郎。投薬前何度も聞くよタピッとく。違う違う違う。時勢だけでいかないでしょ。いやー。無理だよ。投薬そのタピオカ先に入れといた方が効く薬とかないから。タピルと死ぬの意味のタヒルまで。ああ、なんかできるかなと思って。いやいや、タヒとくって言ってくる薬飲ませたらやばいでしょ。エディ。何度も聞くよ、君の名は。正解。ちょっと前の流行り。はい、ちょっと前の流行りです。
はい、正解でございます。投薬前何度も聞くよ君の名は、お名前を確認するっていうようなね、ミスがね、あるからね、はい、怖いですからね。結局こういうことだよね、トレンド番付みたいなのを上からね、当てはめていく。なるほどね、うん、それでは行きましょう、はい、続いてですね、目が見えない方とか視覚障害がある方を対象にした川柳の、ロービジョンブラインド川柳というのがございます。まあそうですね、うん、まあ、それをまあ補助する方、サポーターの方だったり、はいはいはい、視覚障害を持つご本人だったりが読んだ川柳を競っているっていうのがあるんですけれども、うん、ありがたや、ほにゃらららららラーメン屋、まあ、こんなラーメン屋は嫌だの逆って感じですね。この目の見えない方のありがたいわけです、うん、こういうラーメン屋は、はい、エディ、替え玉無料のラーメン。いやいや、普通の人全員全員確かに、ね、資格がどうなったとしても嬉しいよ行きたいよ。確かに。以上、スープの冷たいラーメン屋。あー、なるほどね、ちょっとやけどしちゃうみたいなね。あー、なるほど、おー、いいね。まあ、そういう感じの噂がやっぱないからさ、ね、明日もまたお越しくださいみたいな丼の下に書いてある。エディ、客のいないラーメン屋。あー、ぶつかる心配とかもないから、そんなわけないと思うけど、行かないよ、流行ってねえだろ、行けないだろ、ね、してるのかな。5文字のない、ない、なんちゃらのないラーメン屋、ありがたや、ふむふむふむのない、ちりれんげのないラーメン。あった方がいいんじゃない？それ使えるでしょ、普通にね。リコ、食券のない。違います。一郎、ちょっとは変えたんだけど、はい、券売機のないラーメン屋。正解。またやっちゃった。俺またやっちゃいましたか。なるほど、ね、しょうがないです。これはね、あ、すまん、ほんとすまん。券売機を押すのは大変だから注文したいのね、これでね。まあ、そうね、はい、チャーシュー麺一つみたいに言いたいっていう、はい、まあ、リコの元々の発想が近かったから、ね、そうね。最後ですね、女子高生川柳っていうのが来ましたね。ちょっとね、頭を女子高生っぽくして、あ、あと、まあ、見ていただいてる、もしかしたら女子高生の方もいるかもしれないですけど共感できるかどうかっていうのもね、ちょっと知りたいですが、もし共感できるならコメントで教えてほしいし、できないならそれも教えてほしいって感じです。確かにね、では、Y っていうのは今ね、女子高生、女子高生、一人称 Y だからね、今ね。寒い。では、行きましょう。はい。はい、U、うさ耳で、S、センター勝ち取り、A、ほにゃらら。川柳じゃない。川柳とは、その、まあ、読まないんだと思うんですよね。USA、そうそう。はい、では、エディ。揚げ水沢。あ、正解。やめろよ。これ今だ。正解です。あの、今その女子高生川柳で聞いて、何着ても揚げ水沢って書いてる。そうだね。そしたら A なんて書いてあるもんだから。これはもう行くしかないよね。高級質だぜ、これね。うさ耳でセンター勝ち取り、揚げ水沢ですね。これがあの、ね、トップ10に入選してる作品でございまして、なかなかすごいよね。舐めてんだ、センター S だと思ってるのも舐めてんだろうし、C だから。まずはこう USA がついてる時点で川柳っぽくないし、困りましたが、まあ、女子高生の気持ちをね、汲み取って、まあ、正解。はい、ということで、以上となります。結果、AT2 点、リコ0点、そして石野3点ということで、優勝は石野です。おめでとうございます。もう俺の点数全部吸収したよ。全部吸収したよ。この勝ちは譲りよ全然。あ、本当本当ね、共同優勝みたいなのがありますけど、まあちょっとね、最後の言葉一文字違うとかもね、結構こういうのはあるので、ね、なんとも言えないんですけど、草、うん、まあ、生えるね、そう生える草、ね、そっか。というところの、まあ、細かい部分でしたけど、はい、優勝でしたけども、一応どうでしょう。はい、いやー、まあ、おもろいのと、はぁっていうのと、いうのがそうね、なんか、ちょっとそう、奥が深い世界だなっていうのがね、はい、分かったので、あげみざまでいいかな。一撃はやべ、一撃はやばい。当たるとは、すごいよね、ほんとに、ね、もう何しようね、あげみざまって言おうと思ってた。もうちょっと余裕とかで、ね、楽しみたかったなっていうのあれありつつね、まあ、面白かったですよ。瞬殺でしたね、はい、ありがとうございました。リコはまあな、まあ、結構ね、リコが、その中盤を押し上げてたんだよ ね、 そうね、なんかヒント与えちゃったみたいな。そうね、そうね、決めきれないとね、確かに。そう、こういう系はね、いやでもね、発想はすごく良かったかな、うん、もし次回があればね、アジャストしてやってくれ、次回やとリベンジしてよ。そして AT はもうちょっと揚げ水がすごすぎるよ、うん、なんか自分でもなんかこんなことになるとね、ボケのつもりだったのに。そうですね。いやでもこう、まあ、そういうことは俺たちがボケてることが結構女子高生のね、はいはいはい、全力とマッチしたりするんだよね。うまいことなマッチしたんですよね。
はい、ということで優勝は石野でした。以上本日のカプリテオでした。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ一茶だけは絶対許さんけど。